今回はですね、こちらのスキルレベルを上げていく作業をやっていきたいと思います。一応こんな感じにですね、ヤキストのコラボキャラの方は全部スキルレベルマックスにしておきました。全部食わせてスキルレベルを上げている感じですね。ですね。うん。こんな感じですね。で、我が輩コラボの方も一応プラス10とスキルマですね、やっておきましたね。で、こちらのカオルコ先輩とアーシェですね、まだスキルレベルが実は1上がりきってないんですね。こちらをちょっと上げていきましょう。だいたい確率的に5体クワシをやるとスキルレベルが1とか2上がりやすいっていう感じです。やっていきましょうね。いきます。よっ。どうかな。あー、スルーだ。こういうケースもあるんですね。じゃあアーシェの方ちょっとやっていきましょうね。よいしょ、いきます。あ、上がりますね。こういう感じで上がりますね。これ一応やっておくといいかもしれないです。で、こちらの例外としてですね、ガシャドクロとか、あとミカエルですね、こういう感じの降臨系キャラですね。降臨系キャラは、初めにプラス10を作ってからVUR 化をすると、いい感じです。これはですね、VUR 化を1体だけで作ってしまうと、また VUR を10体用意しなくちゃいけないんですね。ただ進化前であれば、 VUR 化前の UR の時点でですね、10体プラス10しておくと、そのまま引き継がれるという感じですね。この辺を間違えないようにお気をつけください。ご視聴ありがとうございました。イベントお疲れ様でした。